んばんは。最近はずっとマスク配信でごめんなさい。とりあえずこの期間はマスクでいます。大丈夫です、大丈夫です。こんばんは大丈夫です。もうお風呂上がったので、もう今日は泣かないです。もうね、結構良くなりました。もうあとは結構体は結構もう元気になってきたので、あとは鼻声とかですかね咳したら前髪が浮いちゃう今日前髪巻いてないから何もしてない状態なんですけど、でもなんか咳をしすぎて、咳をしたら腹筋が痛いので、今人に笑わかされて笑うと腹筋が痛いですマイカ優しいよね。多分昨日の私の、マイカが多分私の後に配信したみたいで、多分私がちょっとああいう配信をしちゃったから、それを気にかけてくれたのかわかんないけど、まあそれだけじゃないと思うけど、そう、アンのこともあれしてくれたり、ファンの方を不安にさせないようになんか多分してくれただと思うし、でそういういつもらし、いつも通りのなんかマイカらしい配信をねしてくれたんだと思うし、なんかサナとかもねツイッターでああやって引用リツイートで書いてくれたり、なんか他のメンバーにも昨日 LINE したんですけど、みんなそのまあ頑張ってくれた6人に LINE したんですけど、みんなすごい優しくて、インフルメンバーとも連絡取ってるんですけど、みんなもう回復に向かってあれしてて、でまあそうですね、まあ今日も15分配信なので何を話そうかなってさ考えてて、さっきね、でなんかまあ15分だし、別に今日あったこと話しますとか言っても別に大したことがずっと家にいるので、別に話すことないんですよそうだからまあ今日は暗い配信にならないようにちょっと明るくダメだ、咳したら前髪が浮いちゃうんですけど、明るく配信したいなと思って何しようって考えたんですよ。そしてなんか昨日のそのイベントでの映像を見たんですよね。6人で頑張ってくれた映像を、でその6人の映像を見て、すごいスタッフさんも褒めてて、すごい6人で頑張ったって言っててまあ、私も見たんですけど、その MC とかも全部見て、ですごい感動して、なんか昨日ショールームする前は皆さんからのそのリプを見て泣いたし、ショールーム中にも泣いたし、なんかショールームの後にはそのメンバーと LINE、 その6人とね、頑張ってくれた6人個人個人だけど LINE したりしたり、そのサナがツイートしてくれてたのを見たり、なんかそうマイカがショールームは 見えてなくて知らなかったんですけど、そういうのがあって泣いて、もう今日めっちゃ目腫れましたそうなんですよ。そうでもまあ昨日いっぱい泣いたので、もう今日は元気に泣かずに、まあもう泣かないのでもう今日は元気にやりたいなって思ってね、なんか今日何話そうってそう思ったんですよ。でその昨日の映像を見たんですよね。したらなんかいつもはだいたい映像を見ると、まあ自分のここダメだったなとか、あここ全員揃ってないなとか、まあ、全体の悪いところばっかりなんか見つけちゃうんですよ、どうしても。でもなんか昨日は悪いところをもちろん
どこどこの立ち位置とかさ、そりゃさ6人で急にバってなっちゃって、全てがなんか完璧なわけはないし、そんなのまだまだ私たちにはあれだと思うし、ダンスがここ全然揃ってないとかそういうことじゃなくて、なんか今回はメンバーの一人一人のいいところを見つけようって思ったんですよ。なんかいつもはね、そういうここが揃ってないばっかりだったから、そうなんかいいとこ見つけようと思って、一人一人のそういう、あこの子のここいいなって、なんかそこまでまじまじと見るってことがなかったから、なんかいいところを見つけたんですよ。そうしたらなんかやっぱ6人だからこそみんな一人一人にもよく目が行くし、すごくなんだろう、なんかそれぞれのいいところをなんか改めてね感じられたなってすごい思って、それを今日は話したいなって、一人一人のそのまあ今回6人になっちゃうけど、昨日頑張ってくれた6人のねいいところをこの15分間あと10分ぐらいで話したいなって思います。はい、でもね書いたんだよね、なんかいつも忘れちゃうから、そう書いたの、そうだからこれをファンの方と一緒になんかなんだろう、多分アンのファンの方だけじゃないと思うし、いろんなメンバーのファンの方がいると思うから、そうなんか今日はそうやってみんなと一緒にそのこの子のここいいよねっていうのを共感していく一日にしようかなって思ってます。なんか昨日はモニターがあったみたいで、だからすごく一人一人のまあ表情、まあでもそのもらった映像ではめちゃめちゃ表情が見えたっていうぐらいな綺麗な画質ではないけれども、まあ、そこまで見えるあれなんですけど、そうでもなんかそのモニターになんか最初は12人のねオーバーチャーで12人のなんだろう顔が映し出されて、名前と映し出されたんですよ。だからなんだろう、すごいこんなに12人の名前と顔が映し出されてるのに出てきた6人っていうことに対してすごくジーンときたというか、あ申し訳ないなってちょっと思いました、はい、熱はもうね大丈夫です。そうおばあちゃんと共に映像が昨日はあったみたいです。はい、でなんかサナとか結構イオリとかがなんか煽りをすごくやってたりして、なんかいつもとまあ結構スタートとかでは私とか、まあ、花とか部活とかでも私とか花とかが結構やってて、そうサナは結構まあ記憶の煽りだったりをしてくれてたんですけど、でも今回私たちがいないかやってくれてたりして、でなんだろう、まずサナのなんだろう、サナってまあメンバーの中で、まあ、6人の中でもですし12人の中でもですし、やっぱ最年長じゃないですか。だからやっぱりお姉さん感っていうか、なんかグループの本当なんだろう柱っていうか、なんかすごいこうサナの気合でなんかみんなを引っ張ってってくれてる感がその煽り一個ですごく伝わったなってすごく思って、なんかサナの煽りですごいをついていきたいって思ったから、メンバーもなんかそれについていこうっていう形がなんかすごく見えたなって思ってます。思ってそうで、なんかあとなんかキアタンの踊り方がめちゃめちゃ可愛いなって、なんかそれはもともと思ってたんですけど、なんか改めてなんかキアラって天性のアイドルの声だし踊り方だなと思って、なんか一個一個の動きが全部可愛くて、キアラってまだ中学生で中学2年生なのに全然なんか体力とかもめちゃなく全然あるし、なんだろう、なんか首の使い方だったりなんか細かいところまでなんか結構アイドルな感じな、もうザアイドルだけど、なんだろう、もうただ可愛いアイドルじゃなくて、なんだろうな、丁寧で普通にダンスが上手いアイドルの踊り方だなってすごくキアラを見てて思って、そう
ね、なんかナータンの歌い方がなんかめっちゃ感情が入ってるのに可愛く歌う、届いてラビューとかはそうだけど、でもなんかなんだっけ、何の曲だっけ、そうな、切り替えがすごくてナータンの歌は。でなんか手遅れとかになるとなんか結構かっこいい系の声で結構こう歌い上げるみたいな感じでナータンはそう歌ってたりして、そう声もね、まあ結構通るし、なんかそう低音がすごい出るなって思って、ナータンのってすごくなんか感情の、ナータンの歌に対しての感情の変化もなんかすごいなって思って、そうで、なんかあとピンクエンジェルがなんか立ってるだけで可愛くて、なんかそんなになんか顔がめっちゃ見えるっていうあれじゃなかったんですけど、その2人がなんか中心に立ってるところがあったんですけど、なんかまあ2人ともワンピースなんですよねでなんか結構フリフリがついてて、でなんかまあツインテールで2人ともなんか立ってるだけでなんかいいっていうか、顔がその時はそんな見えなかったけど、なんかそれだけでアイドルオーラが半端なかった。でなんかマイカが投げキスかなんかしてたんですよ、どっかで。でそれになんかあんまりそういうことやんないからキュンってしました。あとなんかまあやっぱイオリも、まあイオリのことはみんな分かってると思うけど、表現力があるとかは。でもなんかイオリのその可愛い系の時とかっこいい系の時の表現力のまた切り替えもすごいなって思ったし、なんかイオリのでもその、うーん、届いてとか、逆にそういう可愛い系のダンスの時なんかいつでもめっちゃ手とかピシって伸びてるから、なんかすごいやっぱより身長も高いし目立つなってすごく思いました。そうで、まあ、サナの MC、 なんかサナの MC ってなんだろう、きっちりやる、なんかいい意味できっちりやりすぎないからなんだろう、こう安心してなんかほんわか聞ける、なんかこっちが固くならずに聞けるのがすごくサナの MC だなって思って聞いてていいなって思いました。でなんかマイカの手遅れコーションのダンスがすごい、なんかいつもマイカってダンスの時やだできないってよく言うんですけど、なんか手遅れのマイカを見てたら、そのツイッターにもねマイカ書いてたと思うんですけど、なんかあのその世界観を自分で作ってるって話してたんですけど、なんかねすごいねマイカの手遅れの雰囲気がすごい好きだったし、なんかあんなにダンス苦手とか言ってる割にめっちゃ全力で踊ってるやんと思ってすごくなんか嬉しくなりました。でなんかショーコの手遅れコーションがいいってすごく評判で、私も見てたんですけど、でももちろん手遅れも良かったけど、多分こう別に手遅れだけじゃないなって私は思って、ショーコなんか全部全力なんですね、どの曲も。みんなそうかもしれないけど、ショーコの全力さってすごく一生懸命さも入ってて、なんかそういうところがすごく見てて気持ちかったし、うん、なんか歌とかもめちゃめちゃショーコの声も聞こえたりして、すごいなんかショーコの良さがなんか改めて出てたなってすごく思いました。でサナの記憶の表情、これはいつも言ってるんですけど、すごいやっぱ好きだし、でキアラ助けに来たぞの動きが結構いつもと違ったりして、全体的にね、まあ、ナータンがわざと多分あれは拒否ってたりして、なんかそういう新たな感じとかなんかめっちゃ良いなって、良いなって誰目線やってなるんですけどなるんですけど、すごく思いました。でなんかマイカの笑顔とか、すごい踊ってる時のステージ上での表情を見るとすごく安心したし、部活中の、部活中もかエリミーチもか、なんか落ちサビ、瞳がいつも一人で歌ってるところ、今回マイカが一人で歌ってたんですけど、なんかねそこのマイカの歌がめちゃめちゃ安定しててさすがやなってめっちゃ思って、かっこよかったです。であとショーコのなんか部活のテニスの振りの部活中にって曲のなんか最初とか最後にこうやってねテニスみたいにここを振る振りがあるんですよ、右手を。そこのキレが人一倍キレててよかったっていう
すごくマニアックなんですけど、ショコのそこがすごく好きだった。ナータンのなんかイコールラブの落ちサビ、君と僕が運命なんてっていうところが、15分経ったね君と僕が運命なんてっていう瞳のパートナータンがソロで歌ってたんですけど、そこが結構、あそこダンス踊った後結構すぐできつくて、瞳もすごく大変そうで、そうでも頑張って瞳もいつもやってるんですけど、そうでもナータンもすごいめっちゃしっかり歌っててめっちゃ安定してて、すごいってめっちゃ思いました。はい、うん、イオリのキレも全てにキレがあって健在でしたし、サナの姉感というかね、それぞれのなんか良さがこんな感じなんですけど、私が思ったあれはもうなんかその映像を見てなんかいいところをなんかたくさん見つけることができたし、そうそれぞれのなんか12人いたら分かんないっていうか、もっと、もっと人数がまあいるから、いい意味でなんか6人だから見えたところもあったのかなって私が言うなって話なんですけど、はい、でもすごい楽しかったって MX が言ってくださるファンの方が多くて、私も嬉しかったし、すごい不安の中頑張ってくれた6人には感謝でいっぱいですって感じで、今日はそういう話を15分間でしようって思ってましたので、はいそんな感じです。まあファンの方とこのマスク期間は15分間配信しますっていう約束したので、もうちょっとで終わる予定なんですけど、あとなんだろう、あ、銀河劇場で2月の23、24で銀河でのイベントが発表されて、24の公演では姉妹グループのお披露目があるっていうことで、まあパフォーマンスはないらしいんですけどね、まあ私たちも全然知らないし、会ったこともなくって何にもまだわかんないし、いつ会うのかとか何もわからないんですけど、12人で頑張りますそう、結構コンサート終わって次の週みたいな感じ、その間も結構あれで、そうだから2月ちょっと頑張んないとやばいので、2月は風邪をひかず健康で2月は頑張りたいと思います。はい、まああくまでもその銀河のイベントは12人で一応やるので、はい、ぜひ、まだでもそのチケット系の詳細は出てないとは思うんですけど、遊びに来てください、よろしくお願いします。銀河もね、23もちゃんと来てな、みんなじゃあそろそろ終わりたいと思います。なんか最近あれですよね、まあ、6人今インフルエンザだから、半分ツイッターのタイムラインが半分以下ぐらいになってますよね半分ぐらいですよね、全然更新されなくて申し訳ない。インスタ組も2人ともあれだし、花丸気分もちょっと今お休みなので、そうですね、結構 SNS が静かだと思うので、寂しいと思うんですけど申し訳ございません。一応更新は多分極力インフルエンザ中は多分しないと思うので、私もツイッターはショールームの告知以外は今はしない予定なので、そうですね、インフルエンザから解放されお仕事を開始したらツイッターもたくさん
ツイートしていきたいと思います。まあ、ちなみに今ツイートする内容がないんですよね。あの家から出てないので、ベッドの上から天井を映すぐらいしかないので、はいって感じなので、まあ更新しちゃいけないってわけじゃないけど、どうなんですかね、わかりませんけど、どうなんだろう、更新していいのかな、なんだろう、わかんないんですよね。そうでも別に更新する内容がなんだろうわかんない、内容内容って感じです。天井の写真ぐらいしか、自撮りですか、メイクしてないのでちょっとはいはいって感じです。まあ元気です。でもいっぱい寝てるから結構もう大丈夫なので、そう本当はね、お昼っていうかもうちょっとショールームしたいけど、したいけど、まあ一応15分間頑張るって言ってたから。そうでも昨日マネージャーさんから、マネージャーさんもな昨日のショールーム見てくださってたみたいで LINE 来て、めっちゃ優しくて、めっちゃ優しい LINE が来て、なんかそんな、なんだろう、気にしすぎないでみたいな、なんかすごい優しい、すごい優しい LINE が来て、そう、それでもうなんかもう泣きましたそうです。まあなので早く回復して、まあメンバーにもスタッフさんにも迷惑かけちゃったので、しっかりまた取り戻せるように頑張りたいと思います。皆さんも本当に気をつけてください。本当あの説得力ないんですけど気をつけてくださいね。でももうなんか何を気をつけていいかさっぱりわかりません。どんだけ予防しても多分なるかもしれませんので、はい気をつけてくださいね。はい、そうですね、まあもう昨日たくさん泣いたので当分泣かない、もう涙がちょっとないので当分泣きませんのではい、ありがとうございました。今日もショールームを見てくれて待ってよ、タワーがね、待って、めっちゃ下に行っちゃってる、なんか喋ってると時間があっという間すぎて、一人でベッドにいるときはすごく時間が長いんですよね。ひろしさんだ、ありがとうございます。ひろしさんだ、ひろしさん、なんか久々にひろしさん書く、ひろしさんありがとうございます。早く、そうでもなんか昨日の映像見てて早く踊りたいってめっちゃ思いました。なんかね、見るとね踊りたくなっちゃうんですよね。ひろしさんありがとうございました、ありがとうございます。ひろしさんありがとうです。昨日の映像はあげませんよそう、薬効くとね、まあ結構元気になってきたのでもうね大丈夫です。皆さんも気をつけてください。多分今見てる方の中でもインフルさんいるよ、お友達だねはい、うん、全然どんどん多分元気になっていると思うので、そう配信をするたびに元気になっていると思うので、
ファーストコンサート楽しみにしててください。頑張ります。そうだからインフルの間にファーストコンサートに向けて頑張ります、一人でね。じゃあ終わりますね。13位から読もう。13位が宮城のタカさん、12位がデルファイさん、11位が、ゆかりん、10位がアオミン、9位がレグルスさん、8位がムーミンパパさん、7位がシャシナユイさん、6位がカズジーさん、5位がイトコンさん、4位がマサアキさん、3位がマルキンさん、2位がズッキーさん、1位がヒロシさん、です。ありがとうございました。さあ明日は、また、夜配信します。まあ多分またこんな感じで何も変わらないですけど、明日は何話しますかね。まあコメントを読みますかね、明日はね。特に大して話すことなさそうなので、別に家からも多分出ないので、多分というか出ないので、あのネタもないので、そうですね、天井について、天井は白ですね。はい、まあコメント読みとかしようかなって思ってます。じゃあランダム4人いきますね。とか言って多分30分配信になっちゃってるやつね、これね。まあ元気だから大丈夫です。はい、終わりにしゃいって1人目タカヒロンディさん、2人目シュージローさん、3人目ならない、なんで、千秋さん、なったおし千秋さん、ラスト4人目無理せずにねーさんありがとうございます。私に向けてかな、違うかなありがとうございました。5646人以上の皆さんありがとうございました。じゃんけんします。せーの、チョキン、じゃんけん、じゃんけん、チョキ、チョキです。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい、さよなら、バイバイ、バイバイ、さよなら、好き好き、ありがとう、バイバイ。